ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今日はですね、またミスター M さんに Q&A コーナーということでご質問を寄せさせていただきます。最近ね、ミスター M さんがこの曲のこの歌詞に励まされたみたいなので、長渕剛さんですとか尾崎豊さんを紹介してくださってますけども、こういうふうなね、自分のメンタリティを支えてくれた曲、ミュージシャンもいいと思いますけども、同じような表現者としてね、漫画家とかアニメーションとか作家さんとかっていうのもあると思うんですよ。で、今日はですね、一つ、アニメの分野からちょっと取り上げてみたいと思いますけども、例えばね、私が支えられたものっていうのは、これですね、言うまでもなくこの宇宙戦艦ヤマトなんですよね。この宇宙戦艦ヤマトの精神っていうのは結構ね、自己犠牲なんですよ。自分が命を捧げることによって地球全体が救われたとか、戦いに行くことによって守るものがあるとかね、そういったなんか自己犠牲も行き過ぎるとなんか自爆テロになったりとかするっていう意見もありますけど、私はね、やっぱりこう尊い考えだと思うんですよ。誰かのために何かをするっていうのはね、もちろん自分のためにしっかり生きるっていうのもすごく大事なんですけども、同じぐらい誰かのために何かをする、この突き動かされる精神っていうのはね、あると思うんですよ。もちろん自分のために突き動かされるっていうのもあると思いますし、誰かのために何かをするっていうのもあると思うんですよ。そういう意味で私はね、この宇宙戦艦ヤマトによって、幸せとか平和っていうのは自分さえ良ければいいっていうところにはなかなか生まれないんだなっていうふうに感じたんですよね。もちろん感じ方は様々あると思うんですけどね、その他ね、例えばお金に関することでしたら、この南の帝王みたいなね、シリーズもすごくためになったかなと思いますし、そうですね、これはどうですかね、よろしくメカドックっていうものでね、車のことを興味持ったかなっていう少年時代でございました。これについてはちょっとあまりメッセージは感じなかったんですけども、ラストシーンでこの主人公の風見純くんがね、大手の誘いを断って仲間たちとやってきた小さなね、このショップで F1 マシンを作りたいんだって言ってラストシーンを迎えるんですけどもね、こういう風な仲間を大事にする精神っていうのもいいかなと思います。で、もう一回まとめさせていただくと、私が影響を受けたのはね、言うまでもなく宇宙戦艦ヤマトで、子供にもね、名前をつけるぐらいなんでお分かりだと思いますけども、やっぱね、なんかこう誰かのために何かをしたいっていう思いで、多分ガチンコマッチョクラブの限定 LINE 会員ですか、ガチンコマッチョクラブ第1期生ってのもあると思うんですよ。ミスター M さんは今ご自身のものすごく大変な状況をくぐり抜けて、暗いトンネルを抜け切ったわけですね。で、新しい世界に今飛び立つ時に、俺誰かのために何かやりたいなっていう気持ちがすごく溢れてると思うんですよ。そういった例えばね、アニメとか映画とか小説なんかがあったら、おすすめの作品としてちょっとお知らせいただければ、私もちょっとね、読んでみたいな、見てみたいなっていう風になるかと思うんですけどもね、いかがでしょうか。それではですね、今回はミスター M さんの精神を支えた漫画、小説、映画とかね、こういったものが何かありませんかということで、Q&A をさせていただきました。それでは返信をお待ちしております。いってらっしゃい。